バストアップといえばツボ押しっていうぐらい雑誌に紹介されてるし、今ではいろんな YouTuber の人がバストアップのツボを巨乳ボタンって言って紹介してるじゃないですか。そのくらいバストアップ業界で言えばツボ押しは絶対的な存在なんですよね。なのでもちろん私もバストに悩んでいた頃はバストアップのために毎日ツボめっちゃ押してました。お金がかからないので大体ね中学生くらいからコツコツと試してきたんですが、その結果はなんと全然ダメでした。全くおっぱい大きくならなかったです。ギャギャギャーって感じです。こんにちは、表参道にてバストアップサロンをしておりますビムネセラピストのコキアです。こちらのビムネチャンネルでは私が A から F カップまでにバストアップした成功体験と1万6000人以上の施術実績をもとに正しくて効果的なバストアップ方法をお伝えしています。なんで毎日せっせとバストアップのツボをしてるのに結果が出なかったのか、実際に施術経験を重ねるうちに、あ、そういうことだったのねと分かるようになりました。今回はバストアップ専門家としてそれを解説していきたいと思います。まずバストアップのツボ押しのメリットなんですけれども、本来ツボを押すことでその刺激が神経を通って脳に届き、脳からの指令でそのツボに関する部位に刺激が伝わるんですね。つまり言うならばリモコン操作ブチッとできちゃうっていうのがツボのかなり優れたところになります。また血液やリンパの流れを促進したりとか、あとは代謝をアップさせることができるので、バストにねしっかりと必要な栄養を届けるということができます。美容効果も健康促進効果も期待できるし、何より手軽にできるというのがメリットです。ただね、残念ながら闇雲にバストアップにいいって言われるツボをしててもおっぱい大きくならないんですよ。過去の私の過ちを繰り返さないためにバストアップのツボをして胸が大きくならなかった原因というのを一緒に見ていきましょう。原因はね、全部でズバリ4つあります。それは位置、角度、圧、冷え、この4つが原因で私のおっぱいは残念なことに大きくならなかったんですね。これは私だけではなく、この動画を見ている方ほぼ全員に当てはまることです。それはなぜかというと、私は実際にサロンに来店されたお客様にバストアップマッサージとツボ押しもお伝えしているんですね。直接お伝えしているので、この4点に気をつけながらレクチャーをしていくんですが、1回で完璧にできる方っていうのは残念ながらいらっしゃいません。なので皆さんはね、この動画を繰り返し見て正しいやり方を覚えるようにしてください。今回は絶対に外したくないバストアップ効果を高める4つのコツと、胸を大きくするためのツボを2つご紹介していきます。また動画の後半で4つのコツにプラスしてもう1点ですね、胸を大きくする上で絶対に欠かせないなおかつ重要なポイントっていうのもお伝えしていきますので、本気でバストアップしたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。胸が大きくならなかった原因の1つが位置ですね。皆さん、ツボの位置的確に把握されてます？ツボっていうのは全身に361箇所あると言われているんですが、大体の位置はざっくりと決まってはいるんですけど、絶対にここだっていうのは難しいんです。なぜなら体には個人差がありますよね。あとはバストが下垂している人もいればそうじゃない人もいますし、胸の輪郭であるバージスラインですね、これも人によってちょっと幅が違かったりサイズが違かったり異なってきます。その日の体調によっても位置が変化すると言われているので、なので頑張って皆さんがせっかく押しているその場所が的外れだったっていうこともあるわけですよ。そこでご提案したい対策法が、下手な鉄砲も数打ち当たる大作戦です。当サロンでお伝えしているバストアップマッサージでは、バージスライン沿いですね、この輪郭沿いを指1本ずつ移動しながら刺激を与えていくということをしていきます。なのでツボの位置が的確に捉えることが難しいよという方でも、バストアップのツボにねビシッとヒットするように考案してあるのが特徴になっています。バージスラインをくっきりさせて胸の存在感をしっかりと出しつつもツボ押しの効果も期待できるので、これはね一石二鳥のバストアップマッサージです。ツボは胆柱と天頸という2つのバストアップのツボを押していきます。バストアップのツボ1つ目が胆柱ですね。
左右のトップバストを結んだその真ん中にあるツボになります。女性ホルモンの活性化を促し、自律神経のバランスを整えてくれるんですね。あとは月経不順や PMS などでお悩みの方はぜひ丁寧にほぐすようにしてください。またストレスがね、溜まると胸の中心部ってどうしても硬くなっちゃうんですよね。なのでぜひ嫌味な上司に理不尽に怒られた時とか、夫が何度言っても靴下を裏返しにしたまま洗濯機に入れるとか、そういった時はもうストレスバイバイって言いながら丁寧にツボを押すようにしてください。バストアップのツボその2、天経になります。これはバーストトップと同じ高さで、脇側のこのバージスラインですね、こっちにあるツボになります。乳腺の発達を促してくれたりとか、あとはバストの外側ですね、大きくしたりしてくれます。張りのある綺麗なバストを作るので、下垂や出産後のバストに悩んでいる方にもおすすめです。あとは谷間ができなくてね、悩んでいる方もこのツボを丁寧にほぐすようにしてください。では実際にやってみましょうと言いたいのですが、今の知識だと中途半端でバストアップ効果が出ないので、あと3つ解説をしてから一緒にやっていきましょう。胸が大きくならなかった原因に、角度。ツボを押すときに皆さん角度を意識できていますでしょうか？そりゃもうバッチリですよっていう方、手を挙げてください。はーいって勢いよく手を挙げたそこのあなた、はい、嘘つき。申し訳ないんですけど、角度絶対にできてないです。なんでかっていうと、私はバストアップ施術も教えるスクールを開催して、バストアップのプロというのを多数育てているんですが、皆さん角度が完璧な方っていらっしゃらないんですよね。10年施術経験があります、国家資格あります、医療従事者ですという方も生徒さんでいるんですけど、その方々みんな残念ながらできていないんです。そのくらいね、角度って盲点なんですよね。角度が違えば施術効果は出ないので、皆さんはちゃんと意識してツボを押すようにしてください。基本的に刺激したい面に対して垂直の圧を意識して行うのがポイントです。体というのは立体なので、その緩やかなカーブを意識しながら、その面に対して垂直の方向から圧を加えるように刺激しましょう。胴体とこう丸みがあるじゃないですか。なのでここの丸みがある上での90度の方向を意識するっていうことですね。胸が大きくならなかった原因の3つ目が圧です。先ほど角度が違えば施術効果は出ないと言いましたが、それと同じぐらい適切じゃないといけないのが圧です。これは強すぎても弱すぎてもダメです。日本人は強く押せば効く、痛い方がやった感が出ていいっていう方が多いんですけど、強ければ効果が出るというものでもありません。むしろデメリットのが大きいので気をつけましょう。痛みが強いことで交感神経が優位になって、血行が悪くなり筋肉も硬くなります。これだとね、バストアップから遠ざかってしまいますので、強く押すという認識は一回捨てていただいて、一つ一つ丁寧に押すという理解に切り替えてください。反対に圧が弱すぎるとツボに刺激が届かないため効果が出ないんですね。なのでバストアップ効果を実感したいのであれば、強すぎず弱すぎず、痛気持ちいいくらいを目安に行いましょう。胸が大きくならなかった原因4つ目ですね、それが冷え。体がね、冷え切っているとバストアップ効果を実感しにくいです。サロン来店者さんのなんと 80% 以上の方が冷えの症状に悩まされていると自己申告がありますが、実際に施術をしてみると残りの 20% の方も冷えが深刻化しているというケースも少なくありません。バストに悩む女性のほとんどが冷え症であると言っても過言ではないんですね。冷え症改善には食事や体の歪みを取ることでも改善を図れますが、それってどうしてもある程度のね、回数や時間がかかってしまいます。
なので冷え性対策としてお風呂に入って体が温まった状態で行うか、もしくはおっぱい温湿布を行ってからツボ押しをすることをお勧めします。血流やリンパの流れが良くなっているのでバストアップ効果がめちゃめちゃ高まってくれます。効果的な入浴方法についてはぜひこちらの動画もご覧ください。先ほど出てきたおっぱい温湿布というのはホットタオルを使ってバストをピンポイントに温めていく効率的な方法になります。そのコツとアロマオイルをバストアップに活用する方法というのもこちらの動画でお伝えしてますので、ツボ押しの効果を高めるためにぜひ確認してください。備考欄にもこちらのリンクを貼っておきます。以上の胸が大きくならない原因である位置、角度、圧、冷えの4つを網羅することでツボ押しの効果は飛躍的にアップします。これを踏まえて実際にバストアップマッサージを一緒にやっていきましょう。トップバストを結んだ大体3センチぐらい上に両方の親指の腹をしっかりと置きます。手はどっちが上になっていても大丈夫です。ご自身が回しやすい方向に3回ほど大きな円を描きます。目安としては500円玉サイズの円を描くようなイメージで、ちょっとピーンとした痛みが来る痛気持ちいい圧を意識しながら押していきます。トップバストを結んだ少し下ぐらいですね、だいたいまあブラジャーのワイヤーが出てくるぐらいのところまで来たら両手分かれて胸と胴体の付け根であるバージスライン沿いをぐるぐるとほぐしながら脇に向かって移動をしていきます。本来は洋服やブラジャーを取った状態で行うようにしてください。この脇側に来ましたらグッと押して肋骨を少し揺さぶるような感じで揺らしていきます。ツボを押しながら肋骨のこわばり、硬さ、歪みを取っていきますよ。こんな感じですね。動きとしてはこういう感じに揺すっていきます。そして腕の付け根にあるシワがピッてあると思うんですよ。そのあたりにブスッと指を刺していただいて押していくと筋肉がコリコリとしたところがあると思うんですね。それをほぐして終了となります。はい、お疲れ様でした。最後に見逃しがちで最も重要なことをお話ししていきます。バストアップのツボ押しの効果を倍速させる最大のポイントをお伝えしていきます。乳腺を刺激するツボやバストのボリュームを出してくれるツボを押したところで、そのおっぱいになる栄養素がそもそも食事から取れていなかったら効果っていうのは出ないんですね。例えるならガソリンの入ってない車に一生懸命エンジンをかけてるような感じです。特に寄せるお肉がない方、痩せ型体型さんというのはバストアップのツボを押すことも大切ですが、食事内容に気をつけて内臓機能を高めるためにも体の歪みを整えることも合わせてやってみてください。今回の動画が参考になったよという方は高評価、チャンネル登録、コメントをして応援してください。メルマガや LINE では YouTube では伝えられないより詳しい情報を配信しています。何をやってもバストアップできなかったという方は登録して正しい知識を学んでくださいね。ナイスおっぱいはニコニコ笑顔で作るべし。えいえいおっぱい、バイバーイ。